まあ、泉房穂さんと石丸伸二さんの、まあ、そこまで一定委員会の件なんですけども、まあ、今 X で非常に論争が続いていますけども、まあ、まず明石市と秋田方市っていうのはやっぱり全然違うんですよね。人口も違うし、でまあ財源確保するのも全然大変だし、まあ、もちろん泉さんの功績もすごいですけども、まあ、ただ結局、まあ、それは、まあ、出生率が上がってるっていうのは結局まあ他市他県から人をこう呼び集めてて、日本全体全国としては人口問題ですよね。人口問題の危機、その問題の具体的な解決策ではなくて、まあ、解決できていないと。はい。ですので、まあ、石丸さんが言ってるのは日本全体のいわゆる私たちの日本民族が消滅しないようにはどうしたらいいかってことを話してるわけなんですよね。はい。ですので、まあ、具体策はと聞かれても、まあ、具体策をね言えっていうふうになってるんですけども、まあ、石丸さんとしてはもし都知事で当選したら、まあ、行政の首長、まあ、他の他県の首長と話をするということが具体策の、まあ、おそらく大前提にあったわけですから、それがまず具体策の上にあるわけなんですね、うん、確かに全国知事会というのがありまして、まあ、話し合われているそうなんですけども、まあ、私これから細かく確認するんですけども、まあ、その中で、まあ、議論はされてるみたいですけども、まあ、おそらく、まあ、これだけのもう人口が落ちていく中で、それだけこうね、画期的な案は多分出てないと思うんですよ。それはなぜかと言いますと、まあ、石丸さんが今、一夫多妻制でね、だいぶ炎上っぽくなってますけども、まあ、そういった、こう、まあ、人がなかなかね、びっくり、驚くような意見が、もし、そういった全国知事会にもし出てたとしたら、それはもう、ね、記事が、規制メディアが取り上げて、みんな知っていますので、まあ、おそらく、まあ、議論で、ああかな、こうかな、で、終わっているんじゃないかな、と、僕は思います。はい。まあ、石丸さんは、例えば、って言ってますけどね、やりませんと。しかだすん。でも、ただ一つ、私たち理解しておかないといけないのが、まあ、いろんなね、具体策言え、こんな人が首長になったら危ないって、まあ、石丸さんは叩かれてますけど、ただ私たちが気づかないといけないのは、本当にどうやら日本がやばいと。私たちの日本人が絶滅するということと、で、僕がちょっと、今日この動画今仕事中に言ってるんですけども、私たち日本民族が、まあ、いろいろイデオロギーあると思います。理解したくない人もいると思います。はい。石丸さんのことを別にね、悪く、まあ私は、彼が好きで支持はしてるんですけども、もちろん嫌いな人で批判するのが、批判するのはやめた方がいいとも別に言いません。はい。ただ、私たちみんなが今、日本人が、こうね、心がバラバラですよね。分断されてね。それぞれ価値観が違う。そういったものを一度ちょっと置いといて、みんなでこの問題をどうするんだろうと。政治が関係なく私たち一人一人がね、まあ、政治家っていうだけ自分の職業から枠を超えて意見を言い合って、みんなでそういった理解し合って助け合うっていうで、何か私たちがこれを乗り越えていくことが非常に大事だなと思います。はい。しかだすん。だからまずもちろんね、まあ論破もまあ楽しいですけども、はい。まあそういったことでね、お互いね、あ、ちょっと自分が間違ってたのかなとか、相手の意見もいいなと気づきもありますし、いいんですけども、ただ、そういったね、まあ自分のね、町もそうだし、自分自身皆さん日本民族ですから、それをこう解決していく方向に行ってほしいなと思いました。左右宗教、まあ人種、まあいろいろ言いたいことはあるのはわかりますけども、まあ乗り越えて皆さんで行きたいなと思いました。はい。ということで、まあ、ちょっと仕事にまた戻ります。はい。今、またよろしければ、チャンネル登録と、いいねを押してください。私も、ちょっとね、政治活動してますんで、応援していただければ幸いでございます。はい。では、仕事に戻ります。また、次の動画で、さようなら。